進学校の落ちこぼれのような私でも明治大学に合格することができます。ぜひ私の逆転合格体験記を見て逆転合格を目指してください。逆転合格ならファストアップ。明治大学の情報コミュニケーション学部情報コミュニケーション学科です。進学校の落ちこぼれみたいなタイプで、学校自体の偏差値はそこそこあったんですけど、自分自身の偏差値は本当48か49か50切ってるような状態。英語はまあなんとなくでずっといつも長文読解なんかしてて、日本史に関してはもう暗記って嫌いだったって、もう全くゼロの状態で、現代文もなんとなくダラダラ勉強してるような感じだったので、基礎が全くなってないような状態からスタートして、夏の終わりぐらいまでに英語の偏差値を10ぐらい上げて、日本史の偏差値は秋とか冬ぐらいまでに20ぐらい上げて、最終的には明治大学大体偏差値65ぐらいの学部に合格することができました。赤手を取って張り紙に名前が書かれるような状態っていうのをずっと続けてました。おバカキャラっていうか、まあ、周りはまあまあそこそこ勉強してるけど、私は本当勉強しないで、高3になったら勉強しますって言い続けて遊んでました。部活の引退が本当に3月、高校2年生の3月末にちゃんと終わって、塾を探し始めたのがそのタイミングだったんですけど、高3になったら受験しますってずっと言ってたので、ちゃんと高3になった4月に、そろそろやらないと本腰入れるぞっていうような自分の中で切り替えて受験勉強スタートしたって感じですね。自分が合格するイメージが全く湧かないっていうのがあって、でマーチとかに合格したいっていう目標はあったんですけど、それに向かって何をすればいいのかとか、どうやって進んでいけばいいのかっていうのが全くわからない状態で、何に手をつけたいかわからないっていうのが一番悩みでした。逆転合格したい人は概要欄からファストアップ逆転塾のサイトをチェック。自分の目でいろんな塾の体験に行って、自分が本当に1年間信頼してついていけるっていうような塾を探して、そこに入ったのをきっかけに、もう完全にその塾を信頼するっていうスタンスで行って、塾が言うこうやってやれって言われたから、じゃあやります、じゃあやりますみたいな感じで、一歩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 目の前の課題をなんかクリアしていくっていうような感じでやってったら、少しずつ一段一段ステップアップすることができて、最終的に合格してたみたいな感じです。自分のお尻を叩いてくれるような、そういった感じの塾じゃないとやっていけないと思っていて、大手のものすごい生徒の人数がいるみたいなところは、自分に対して先生の面倒見っていうのがあんまり良くないのかなって思ってたので、体験したんですけど、やっぱ合わないなって感じで、なのでまずそこはやめて、とにかく先生の面倒見が良くて、自分のことをしっかりと1年間サポートしてくれそうだなっていう塾、自分には合っていたなって思うし、そういう方がやっぱ逆転合格するならおすすめかなって思いますね。1年間の努力が報われたっていう経験、一番いい形で報われたっていう経験をしたので、なんか挑戦する機会があるならやってみようっていう風なマインドを持つことができるようになって、あの時できたんだから、これもできるかもしれない、あれもできるかもしれないっていう風に、どんどんポジティブにポジティブに考えられるようになったので、本当にあれはいい経験だったなっていう風に思いますね。と、逆転合格を目指そうと今踏み出そうとしてる人たちは、自分が合格する姿がイメージできなかったりとか、何すればいいかわからないっていうような、いろんな不安に襲われていると思うんですけど、目の前にあることを一歩一歩やっていくことで、確実にあなたは合格へと向かっていますし、今こうやって動画を見ている時点でもうすでに逆転合格への一歩踏み出していると思います。不安だと思うんですけど、信じれば絶対に叶うので、ぜひ最後まで1年間頑張ってください。逆転合格ならファストアップ。落ちこぼれのあなたもファストアップ逆転塾で逆転合格を目指そう。逆転合格ならファストアップ。